今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋でございます。 T 隊長です。隊長でございます、はい、ですね、はい、またもや、不安パトロールから帰ってまいりました、うん、というのは、まあ、よくここであの人口問題の、少子化の問題を、あの話すんですけども、実は日本政府は少子化を推奨していた、っていうのを前の動画でもあの紹介したソロモンラボリーダーの荒川さんっていう、まあここではあの独身研究家なんでいう書かれ方でブログが上がってるんですけども、まあそこの紹介で、まあ日本政府はそもそも少子化を推奨していたっていうのは今じゃなくて1974年の6月に生まれた年の、まあ、人口白書っていうのが出されて、まあそこの中でですね、まあ、日本人口の動向っていうのが刊行されましたよと、その中で静止人口を止めましょうと、っていうのは、まあ、明治以来、日本は急激にバンって人口が伸びたので、止めましょうっていうのが第1回日本人口会議っていうので、子供は2人まで、っていう宣言を出したそうです、でしたところ、その出された1974年からきれいに人口というか少子化、少子化ですね、人口じゃなくて少子化はずっと進行していくんです、で子供2人っていうのは、それなんか別に制限があったわけではない、まあ制限じゃなくて、まあ何て言うんでしょ う、まあ、目標みたいな、そうですね、そうしましょうみたいな、あの中国の一人っ子政策的な政策とかじゃなくて、あそこはもう本当に一人、しなければじゃあ2人目は隠しとこうみたいな、じゃなくて、まあ2人にしましょうみたいな宣言が、でも出された結果、きれいに少子化が加速するんですね、っていうのがありましたよと、っていうその1974年、くしくも言いましたけども、私生まれた年なんですよ、僕の生まれる1年前、そうですね、でちょうどその2010年から2015年の国勢調査で、障害未婚率最高記録更新の立役者が我々ですと、っていう結果になっている、で今、で政府は少子化問題ってやってるけど、いやそもそも人口を減らしたかったっていう事実がありますよっていうところなんですね、で今じゃあ少子化ってどんな対応してるんだろうって見てみたんです、国の取り組みで、内閣府のホームページでですね、まあ、少子化対策で見てみると、基本1990年ぐらいまで何もしてないんです、何もしませんっていう感じで、2000年ぐらいから、まあ、多分どっかで言われたんでしょうか、少子化になるよ、なってんじゃねえかみたいなところで、多分少子化やばいんじゃないか、そうですね、で、まあ、1994年ぐらいからなんかエンゼルプランと、まあ、計画を考えた、少子化対策やってますって書いてあるんですけど、よくよく読むとですね、なんかその、まあ、計画を立てます、計画を見直します、こんな方針を立てますみたいな、なんかすごいふわって私は見えてしまった、ふわっとしてるんじゃねって見えてしまって、やってるアピールですよ。でおいおい、なんかこの何年かの年月とね、お金はね、ちゃんとこれは実を結んだのか、って、あの怒りが湧いてきてですね、大変ですと、政治家は何か仕事をしてるんでしょうか、っていうふうに思ってしまったんです、でそもそもその1974年に子供が多くなったっていうのを見て、あ、そういえば、なんか僕がちっちゃい頃ってなんか家族っていいよねみたいな、寺内貫太郎一家みたいな、家族万歳みたいなのがあったけども、あれなんかいつしかドラマってなんかトレンディーみたいな、かっこいい男女恋愛、恋愛最高フォーみたいなのばっかになってねえかって。最近そうでもないんじゃないですか、わかんないですけど恋愛で、なんかでもなんか離婚とか一人でも生きていけるみたいなメッセージに私は受け止めてしまったんですね。それはあるかもしれないですね。要は一人でも生きていけるよね、生きていくんだよ
っていう、うん、多様化ですから。もう多様化ですからね。なるほど、多様化っていうのか。で、私はそれを、うん、あの企業の、うん、企業じゃない、ごめんなさい、国の操作だと、うん、陰謀だと、それはそこは違うかなって気はしますけどね。かもしれないで、うん、思ってしまい、うん、大変です、うん、で今ね、一人の人たちも、うん、多分彼らは聞くと、うん、いや俺は好きでやってるよって言うと思うんですけども、うん、多分それは違うんですよ、うん、陰謀なんですよ。そういうメッセージを徐々に徐々に受け取って、あ、俺は一人でもいいんだ。で、YouTube つけると、うん、結婚なんていらねえんだよと、うん、コスパ悪いよっていう人たちがいっぱいいますよね。うん、あ、僕としては陰謀じゃなくて、はい、あのファン作りだと思うんですよね。あ、なるほど。ポジショントーク。なるほど。自分のファン、そういうの人たちの共感を得て自分のファンを増やそう。はいはい。っていうところなんで、陰謀ではない。そうしていこうっていうよりも自分のファン作りかなっていう。なるほど。じゃあ私が今日考えてきたのは崩れてしまうんですけども、うん、私が考えてたのはいや、そのだとしたらね、うん、その陰謀を考えてるのは政治家だ、うんうん、単純ですよね。だからもう政治家は、うん、はそうだ、うん、僕たちサラリーマンはね、うん、60で定年って言われて、うん、で45でリストラって言われるんです、うん、なんだこれ、うん、で政治家のなんか平均年齢とか見ると、うん、79歳でも政治家です、うん、いるんですね、うん、のうのうと働いてるんですよ、うん、で運善万っていうお金をこうやって入れてる、うん、おっぽにこうやってちょっと入れてるわけですよね、うん、許せんと思って、うん、だとしたら、まあ、でも企業でも一緒ですよ。政治家の仕事は何だと、うん、立法だと、うん、法律を考えてないやつも、うん、もしね、その政治家で法律を考えてないやつ、うん、で、うん、もう45から、うん、あの定年の年、ちょっと待って、なんかピントがおかしい。要は政治家で、うん、法律を立ててないやつは、うん、もうリストラでいいんじゃないか、うん、もう65で定年、うん、ってことは安倍さん65歳なんですけど、うん、安倍さんいいです、うん、仕事してるっぽい、うん、ある人が見ると、うん、安倍がって言うかもしれません、うんうん、でももう仕事しない人はもう降りてもらって、うん、そのお金を回せばいいんじゃない、うん、って思いました。以上です。以上です。そもそも選挙だって。なるほど。そう、守られてはないですよね。あ、戦ってるんだ。彼らは彼らが選挙で選ばれてますもんね。選ばれてきてるんで、与党も野党も政治家にいる人たちは選ばれてそこにいる。あそこ で何億もらってるわけ。選ばれて何億もらってる。そうっていう仕組みがちょっとなんか許せなくなってですね、うん、そうするとなんかより良い仕組みを作る人が選ばれるべきだって話じゃないですか。政治家になるべきだ、うん、そうだからそうしていかなきゃいけないんじゃないですか。あとやっぱり、うん、立つしかないと思ったんです。立つしかないですよ。誰かが、うん、僕がっていないとかちょっと辛いとこなんですけども、うん、でこの少子化から始まって、うん、その僕はどっちかっていうと、少子化の問題は、うん、その今、うん、ソロと言われる独身経験者って言われる、うん、キモい金ないおっさんでくくられる、うん、まあ、男の人の問題なんじゃないかと思うので、うん、そこをなんとかね解決するのがいいんじゃないと思ったんですけども、うん、どう思います？世の中を良くしていくために、良くしていくために、まあ、経験王だ、経験王の改善だと思ったんですけども、経験王を改善して世の中が良くなるかっていうと、はい、微妙な気はしますけどね。なるほど。あの一般人じゃない、こう少数派じゃないですか。少数派、はいはい、なのでその少数派を改善しても、まあ、結果はミニマムだと、はい、なので、まあ、やるんだったらこうもっと一般大衆も含めた全ての世帯、全ての人、多くの人が幸せになるような、はい、今そう大きい話になってきましたね、うん、僕あの KKO の中でね、うん、
キャッ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 やるのがいいんじゃないかと思ってたんですけど、うん、違うと。あ、まあだから盾を国民ですね。盾を国民、ジークジオンですね。それはジークジオンの精神ですね。わ、うんうん、かりました、うん、いいでしょう。で、まあどっちかっていうと、はい、若者ですよね。盾を若者、あるいは選挙に、うん、確かにここでもちょっと一回ちょっと調べたんですね、うん、要は18歳から投票できるよってなったじゃないですか、うんうんうん、やっぱいかないんですね、うん、やっぱり年齢が高まっていかないと選挙への意識っていうのはやっぱり薄いんです、うん、薄いで、薄い理由っていうのがよくわかんないからだと思うんですよね。あ、薄いのは政治とか経済とか、そう、18歳とか若い子は行く意味が多分分かってないんじゃないか、うん、行く意味もだし、はい、どこに投票していいかも分かんない、はい、行くのはコスパ悪いと思ってる。コスパ悪い、選挙コスパ悪いと思ってる。結局行っても支持するところがない。はい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 、それは別に行ってもメリットねえじゃん、うん、俺らメリットねえじゃんということですね。そう、俺らの世代に、そう、自分たちに利益になるような政策っていうのも分かんないし、うん、でそれをしたから日本がどうなるっていうのも分かんない。はいはいはい、から行っても要は支持する人がいない。はいはい、中で行ってもこう無投票であるか適当に書いていれるかしかないじゃないですか。そうですね、奴隷にしようかなとか、はい、ってなるとよく分かんないじゃないですか。うん、何をしていいのか、うん、だったら面倒くさいわってなるんじゃないかなって。なるほど、 どうでした？僕は一応まあ今回、うん、ここ春日井市っていう場所、うん、私も春日井市出身なんですけど、うん、一応市会議員は行ったんですね、うん、それは一応なんか広報みたいな新聞みたいなので一覧が出るので、うん、まあ、それをパラパラと見て、うん、まあ、見た目ですね、うん、見た目となんか政策がなんかこれぐらいの枠の中で書いてあるんですけど、うん、それ見てまあ子育てって書いてあるから、そうかな。で、その子育ても実際何をやるのか分かんないじゃないですか。見えない、見えないじゃないですか、はい、見えない中で投票しろって言っても見えないんですよ。だから行かない、うん、行かない、行っても分かんない。で僕も、はい、選挙は絶対行けって教育されてきたんで絶対行くんですよ、はいはい、あ、本当によほどの用事がない限りは、はいはい、行って投票するんですけど、はい、適当ですもんね。なあ、うん、でも行かないと文句言えないからとりあえず行くぐらいの感じで、はいはいはい、行きます。で、うん、何か実感ってあります？何もないですよね。ないんですよね、うん、いつも投票行きましたって紙だけもらって、あ、はいはい、でまあね、それで満足するだけですよ。で、ここで今回ね、市会議員のやつを見て、うん、まあ、36人ぐらいが受けて、うん、まあ、落ちるのが4人ぐらいなんですね、うん、っていうのを見ていてちょっと思ったのが、うん、あれ、これいけるんじゃないかと。いけるんじゃない、どっちかというとビジュアルが、うん、可愛いじゃない、特徴があるあ、まあ目立ちます、可愛いと思ってるのでこれこのぐらいの枠でね、うん、僕の写真が出て、うん、ちょっとなんかいいこと書けば、うん、受かるんじゃないか、うん、俺実際それで選んだし、うん、と思ったんですけど、うん、親に聞くと、うん、やっぱりなんか地盤だって言うんです。地盤だって言いますよね。この人は、うん、この町を守ってくれるからっていう理由なんですよ、うん、なんかもう支持層があるんですよね。そう、この春日井市っていうちっちゃいところでも支持層があるんです、うん、そう、で守る長っていうのがあるんですよ、うん、その人々で、うん、でそこがないと要はこう支持層以外の層何でしたっけ、なんかあるじゃないですか、無党派層、無党派層、その辺から票を獲得すればいけるかもしれないけど、その辺が投票に行かないわけですよね。はいはいはい、うん、要は前の春日井市の市会議員だと 30%、うん、30% とかでした。 70% は行ってないですよね。行ってない、うん、興味もないみたいな、興味もないってなると、はい、逆にその 70% の人から支持を得た方が当選する。これは、うん、KKO じゃないんですね、じゃあ、うん、改善策としては、改善策としてはそう、だから 70% も KKO なわけがないじゃないですか。あ、で KKO が問題だとも多分思ってないでしょうね、うん、思ってない。 KKO 自体を知らないと思うんですよね。なるほど、うん、だとすると、うん、どうしましょうね、これは。そうすると、はい、やっぱり
こういう YouTube とかを通じて、はい、まあ、政治ですよね、政治経済、世の中をどうしていくといいのかっていうのを考える、何をぶっ倒すか、何をぶっ倒すか何をぶっ倒すか、うん、で、はい、まあ、どうしていくか、うん、でこうみんながしたい方向に世の中は流れていくと思うんですよね、はいはい、絶対に。で、うん、僕はちょっと思ったのは、うん、あの政治家の仕事って、うん、あの憲法を作ることです、うん、中学校の時に習ったんですけど、うん、三権分立とか、うん、でも見ると、うん、政治家って、うん、なんか憲法を作ってないみたいなんです、うん、憲法を作るのは今日今この国では行政がやってると、うんうん、だったらもう僕この三権分立のこの1個っていらないんじゃないって思っちゃったんですよ。そこは分かれてた方がいいかなと思いますけどねでもなんかその彼らは、うん、なんていうの、お金かかるじゃないですか、うん、お金かかるけど一人の人が権利をいっぱい持つと悪さしだす。僕あの KKO でね、うん、あ、国会議員になったらいいんだと思って調べると、うん、300万かかるんですよ、うん、あの受けようとするだけで、うん、で、うん、でもその今その政党だと言われる自民党以外のその野党でもそのまあ党だと認められていると何億ってお金を もらってるんですね、助成金で。でそれで何をやってるかというと桜を見る会なんですよ。桜を見る会をやって批判してる、えっってお金がそこに使われてるの、うん、って思いません？思いますよ。なんだこれって、うん、まあ、政治家だからそこの仕組みを変えたいですよね。そう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 、うん、で、うん、もう僕は今三権分立1個いらないじゃんと思ったので、うん、三権分立はいる気はするしますけどねでもここの人たちって不完全なんじゃないのって。不完全だからこそじゃないですか。一人が不完全な人が全部決めちゃったら、ああだからいらないじゃんと思ったんですけど、それを、はい、うん、となくすんだとしたら誰が作るかですよね。ああ、はいはい、法律を作る人は誰なのか。でも今実際もこの人たちが作ってるわけじゃないですか。今こう行政の人たちがあの案を考えて内閣が承認してるみたいな。ああ、そう、ああなるほど。この人たちがだからお前らちょっといい案考えとけって言って、出されたものを、あ、これいいんじゃないかって。それ僕でもできますよね、多分。いいの考えてこいって。できますよ。で、まあ責任の問題ですよね。やめればいいんですよね。やめればいい。ダメでした。やめます。辞任しますって言って退職金もらえばいいんですよね。うん、退職金もらえばいいですよ。それも許せんと思って。でどうするかじゃないですか。なくします。もう法律作りませんって話なのか。で思ったのはそこに持っていくためには一、うん、回ね、うん、我々が取らなければと思ったんですよ、うん、政権を担って手放すことはできますよね、多分、うん、AI に任せますって、うん、次の日本を支えるのは、うん、iPhone 君ですみたいな。 AI ですiPhone14 ですって、うん、やるためには、うん、一回取らなければ、うん、って思った次第でございます、うん、だからそういうのを、まあ、例えばうちの政党は AI を使ってより効果的な政策を考えます、法律考えます、かっこいいですね、みたいなことをすれば、それを支持してくれる人が多ければ多いほど票は取れるんじゃないですか、はい、あとなんてそのネーミングですよねN 国ぐらいのネーミングが出せると、うん、多分これ一気に取れるんじゃねえかって、うん、で、甘いこれちょっと単純すぎますかね。そう、内容が重要じゃないですか。インパクトで取れる可能性ありますけど、その後に本当に支持してくれるかどうかはその内容じゃないですか、はい、あとは一回ダンっていけば、うん、あとはもう、ね、堀江さんとか、うん、が取り上げてくれるんですよ。で、行ってらっしゃいっていう動画の中であの頭がいいみたいなことをされればね、うん、その
制作制作が、はい、こいつらくだらねえなって言うかもしれないですけど、あ、なるほどね、堀江さんが、堀江門が、はいはいはい、確かにダメだよこんなのみたいな、何も考えてねえなって確かに言われるじゃないですか。そう、その可能性は結構大きい。どうしたいですか。どうしたいか、どうしたらいいと思う。うん、目的は、うん、どうしたいかっていうのは、うん、どうしたい、この動画をどうしたいかっていうことと、動画っていうか党の話なの、党の話ですかね。そう、そっちがまとまらないと動画がまとまらない、はい、党勢を決めなければと思います、うんうん、で敵を立てると簡単ですよね。 NHK をぶっ壊すみたいな。政治家じゃないですか。はい政治システム。そうするとなんか話が急に大きくなったなと思ってでもまあみんなでって感じ。なんかあの、うん、思ったのはマジっぽいのもあれですよね、うん、なんか既得権益をとかっていうと、うん、多分実際そういう制度ってあったんだろうなみたいな。既得権益をぶっ壊すととかって、うんうん、でそういうのも多分誰も見てくれ、誰も注目集めねえだろう。まあでも N 国じゃないですか。で N 国がうまかったのは、うん、NHK っていう、うん、なんかその、うん、なんか分かりやすい、うん、親しみのあるものをぶっ壊すみたいな、ちょっと興味を引きますよね、うん、でそういうのをなんか立てれればなって、うん、キャッチ一本でいけるんじゃないかと思ってるんです、うん、でそのキャッチを募集します考えますし、うんっていうところ、うん、でまあと言われてもですよね。いやもちろんなのでというかよくしていきたいは多分、はい、でもみんな多分思ってますよね、うん、それなのでなんかその問題をくれって感じです。でそれについて議論していきましょうじゃないですか。みんなで考えていきましょう。だと思うんですよね、はい、例えば AI でとか言ってもそんなに作れないですよ、うん、2人では、うん、iPhone でにしましょうか。 iPhone でって言ってもiPhone で登録しようですね。そういえば、うん、ダメですねまあ iPhone でって言うぐらいはいいかもしれないけど、 なるほど。 iPhone でやるにしても iPhone で何をするのかじゃないですか、はいはいはい、iPhone に AI が入ってるだけで iPhone にあ命令を出すのがこっちですもんねそうだし、こう iPhone になんか少子化対策どうしたらいいのって言われても Google で検索して答え出してくれるだけですよ。ああそっかそっか、そう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 、誰かの答えですもんね。誰かの答えで、今の AI はその程度じゃないですか、はい、本当にいろいろどうしたらいいのかって真剣に考えてくれるわけではない、はいはい、特に iPhone とかあの辺の AI は、はい、でなるとそこ自体を作っていきましょう。政治に特化した AI を作っていきましょう。だとなんかそれもまた難しそうですね。ってなると、うん、多分データビッグデータの活用とかですよね。幸せも多分人それぞれ違いますもん。違うけどあれじゃないですか、統計的にで答えを出してくれるのが AI じゃないですか。ビッグデータを分析して、あ、なるほど、ここに予算をこれぐらい使うとこれぐらいの効果が出るっていう最適なところを見つけ出してくれるのが AI。ちょっと選挙もいらない気がしてきます。選挙もなのでゆくゆくは本当にもう AI に任せておけばちょうどなんかその、うん、ちょうどいいところのところでずっとそうキープできるみたいな。キープできる。なので本当に出生率を2人にするにはお金をどれぐらい費やせばいいのかとか、どこの地域にどういうふうにみたいな、そうばらまけばいいのかとか、はい、保育所を作ればいいのかっていうのを全部こう計算して、うん、ここに保育園作ってここにいくらばらまいてみたいなのを AI がこう勝手にしてくれる。それはでもいい、うん、ですると多分無駄はどんどんなくなってきますよね。だってここに何億円使われてるの、うん、この桜を見る会のためにね、うん、桜を見る会と桜を見る会を批判するためにいくら使ってるのって、うんうん、まあでも日本全体で見たらちっぽけなカスみたいなもんですけどね。 KKO に、だってそのお金を KKO の美容院代に、うん、使った方がかっこよくなるじゃんって。でも一時的、多分そんな社会的効果はそんなに
要は今政治家のしてるのが票集めですよね、はい、仕事がね、仕事が、はい、人気稼ぎですよ、はいはい、そのためにお金をいっぱい、お金がいるんだって言ってやってるわけじゃないですか、うん、支持してくれる人を集めてる、はい、なので本当に世の中の問題がどうとかっていうよりはそれが自分の票になるかどうかでしか見てないですよね、でしか見てないこの人たちは、うん、でそれはもう与党も野党も同じですよ、でしょうね、うん、でしょうね、そうそうそう、自民がじゃないですよ、もう与党も野党も一緒ですよ、はい、それがもう、そうキーって今なっているんですね、そこを解決していくために一回取らないといけないんですよね、そうそうそうでそのそう春日井氏だったら 70% の人たちがこうネット上の向こうに、まあ、YouTube 世代なんか YouTube 世代をみんなこう囲い込むことができれば YouTube 世代の票を全部集められれば余裕で内閣とかですよね、あもうとりあえずあそうですね、そうそう、総理大臣に行けば春日井市長は愚か、おそうそう、もう総理大臣になりますよ、あ総理大臣はこう党内のあれがいるけど日本に大統領があれば大統領にはなれる、ね、大統領にはなれるかもしれない、はい、よ大統領ぐらいのレベルにはそう、うん、っていうところなので、まあ、そういうのをみんなで考えていけば世の中が良くなるんじゃないかなっていうのが僕が思っているところ、まあ、確かに、うん、この30分前の動画でね、うん、答えなんか出るわけないんです、うんうん、出たらそう出たらすごい話です、ね、そんなに簡単な問題ではない、はい、けどこう見てくれた人たちがどんどん増えていってみんながそれを考えればいい案は出ますよ、まあなんか、うん、ふわっこのあ確かに無駄なものってあるよねって何か気づいてくれる人がちょっとずつ増えていけばね、うん、そうそう、でそうすることでこうみんなの意識が高まるみたいなところじゃないですか、はい、より自分にメリットが出るような、そう、うん、あの選挙行ってて、うん、あなんか良かったなっていう実感は今まで一回もないです、うん、ないですよね、ないですね、ないんですよ、ないんですよ、だからこうあんま言っても意味ないんじゃないかなって思いつつ行くまあなんかそうですね、そうなんか先人たちが勝ち得た権利だからと思って行くんですけど、うんうんうん、まあ変わってる感じはなかなか感じないですね、ないですよね、はい、で、まあ、そこがあるのが本当にこうつながってる人たちですよ、政治の世界と、うんうん、あ確かに今僕がこうやって感じてるのも、うんうん、自分に何も既得権益がないから羨ましいと思って攻撃してるだけかもしれません、うん、既得権益のある人たちはそれを自分たちの支持する政党が通れば自分たちにメリットがあるからそこに一生懸命投票するわけじゃないですか、はいはいはい、それが組織票ってやつですよね、これをやっぱ変えるには一回ちょっと取らんとダメですね、これをそうだからこれを取るにはもうこの動画の向こうにいる人たち、うん、仁義なきですね、はい、みんながこう集まればそんなに難しくないんじゃないかな、そこをみんなが見てくれるかどうかが難しいちょっと、うん、考えます、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございますチャンネル登録もよろしくお願いします、ありがとうございます